失礼いたします。それでは本日のデザートに移らせていただきます。なんだと？当たりと外れがあるのかよ。よし、俺も味見をしてやるぜ。シャノンちゃん、この酸っぱいのは何のソースだい？何の材料を使っていると思いますか？驚きますよ。わ、全然わかんねえぜ。というか、熊沢のばあさんがそういう笑い方すると不気味でならねえぜ。で、何なんだよ、正体は。内緒ですよ、お耳を拝借。この酸っぱいのはですね、実はお魚のサバの絞り汁ですよ。え？サバ？おお、サバは酸っぱいよ。絞ったらこうなる。酸っぱいのはしめ鯖でしょ。熊沢のばあちゃん、相変わらずだな。マリアが信じちゃうだろ。冗談ですよ。今からゴーダさんがソースの正体を教えてくれますからね。それではデザートのご説明をさせていただきます。本日はご来賓の皆様が大層お気に入りでございましたバラの庭園にちなみまして、パンナコッタをローズガーデン風に仕上げてみました。散らしてございますバラの花びらは
当家の庭園より先ほど採取してきたものでございます。ソースはストロベリーとローズヒップの2色の赤をご用意しました。ストロベリーの甘味とローズヒップの酸味を交互にお楽しみになってください。なお花びらは鑑賞用となっておりますので、避けてからお召し上がりくださいませ。それではどうぞお楽しみください。いかがですか、奥様。相変わらず見事です。お客様をおもてなしするに値します。恐れ入ります、奥様。ご存知ですか、ローズヒップには頭痛に効く効果もあるそうですよ。奥様に特にお気に入りいただけるかと思い、特別にご用意させていただきました。そう、ありがとう。ほら言ったでしょ、夏姫さん。ローズヒップは頭痛に効くって。みたいね、効くといいんだけど。ゴーダさん、あんたには惚れるで。なあ、後であんたの待遇を聞かせてや。無理ならあんたの欲しい年収指立ててくれるだけでもいいやで。あんたの腕がこの島だけで独占されとるのは人類の食文化に対する冒涜や。その腕わしの会社で振るってお客の皆さんも喜ばせてみる気はないかの。秀吉さん、うちのゴーダを引き抜かれるのですか。これは困った。ゴーダの待遇をもっと良くしないと引き抜かれてしまいそうだ。そうした方がいいわね。じゃないと引き抜かれて三食が熊沢さんのサバ料理にされちゃうわよ。これはこれは手厳しゅうございます。すっかり根にもたれてしまいまして。それでは失礼いたします。夕食にはふるってたくさんのサバ料理をお召し上がりいただきますので、どうぞご期待くださいませね。期待してるよ。今晩はしめサバでキュッとしゃれ込みたいぜ。それは素敵ね。ついでに日本酒の美味しいのも出てこないかしら。ございますよ。六軒島名物のサバ焼酎なるものがございまして。熊沢さん、さっきはありがとうございました。なんもお礼を言われることなんてありません。
さっき源次さんが午後のシフトに変更があるとおっしゃってましたよ。確かシャノンさんは夕方までお休みがもらえたと思いました。うらやましい。え、あ、すみません、シフト表を確認していませんでした。そうそう、オーブンでこれからちょっとサバを焼こうと思ってるんですよ。できたらお休みの前にちょっと手伝ってくれると嬉しいですね。はい、喜んでお手伝いさせていただきます。バトラ君、みんなで表に散歩に行かないかい？バラでも見に行ったらええ。でも天気には十分注意するんやで。空はまだ明るいが、天気予報はフルフルと繰り返しちょる。マリアは海がいい、海がいい。あら素敵じゃない。砂浜で遊ぶなんて普段はなかなかできないものね。そっか、よし、じゃあみんなで浜辺でも行こうぜ。行こう行こう。マリア、服を濡らさないようにするのよ、靴もよ。うん、濡らさない。素直で可愛いバトラ君、マリアちゃんの面倒ちゃんと見てあげてね。おうよ、任せろ。ほう、お前もキリエに頼まれると素直で可愛いじゃねえか。たまには俺の言うことも素直に聞いてみろよ。まっぴらごめんだぜ。行こうぜみんな。ほらほら。ルドルフのところは家族仲がいいじゃないか。良いことだ。よせよ、兄貴のところには負けるぜ。そうよ、ジェシカちゃん本当に可愛らしく育ったじゃない。これも夏日姉さんの教育の賜物ね。どうも。し、成長は早いもんやで。いつまでも子供だと思っとったが、図体はみるみるでかくなり、いつの間にか大人の仲間入りや。バトラ君なんか見違えたで。体は大きくなりましたけど、まだ子供です。うちの主人も未だに子供ですけれど。子供と大人の境ってどこなのかしらね。私未だに大人になったって自覚が持てない。情けないじゃないか。一時の母の言うことではない。そうね、私たちももう子供じゃない、大人同士よ。だから感情的にならず知的な会話をしたいわね。知的な会話なら昔からいつも心がけているじゃないか。お前の嫌味は時に的を外している。昔から変わらない。昔からいつもですって？あらあら、その言葉をきれいに包装して何十年か前のこの部屋に届けてあげたいわね。ねえローザ。よせよ姉貴、ガキどもがいない間に本題に入ろうじゃねえか。それこそ知的な話よ。
去年の時点で余命3ヶ月だったんだ。ってことは、すでにマイナス9ヶ月ってことじゃねえか。いつお迎えが慌ててすっ飛んでくるかもわからねえ状態ってことだぜ。当主様は、今でも健在でおられます。このような不穏当な話を、日も明るいうちからなさろうとするなど、ルドルフさんの正気を疑わざるを得ません。だがな、夏日さん。こういうしょっぱい話は、いざことがあってからじゃ遅いんや。今が元気だからこそ、余裕あるうちにしとくもんなんやで。これも財産のエチケットみたいなもんや。諸君の関心は親父殿のようじゃないか。南條先生、あなたから説明してくださいませんか。彼らもそれをお望みらしい。南條先生、お父様の具合はどんな感じなんですか？まずはじめに、私が去年申し上げました余命3ヶ月という言葉が一人歩きをしているようですので、その訂正からいたします。言われずともわかるわ。余命というのはあくまでも見込みであって約束ではないとおっしゃられるのよね。さようです。ですから皆さんからたびたびお尋ねを受けますが、いつ亡くなるのかということは決して断言できないことなのです。人の命は体と心に支えられております。体が弱れば危うくもなりますが、それを補う心の強さがあれば小康状態を維持することもあるのです。体はともかく、お心はまだしっかりしていて息健康でいらっしゃれるということですね。キリエ、すまんがしばらく黙っててくれ。ごめんなさい。さようです。金蔵さんの体はすっかり病魔に蝕まれております。ましてやあのような強いお酒をたしなまれ続けてはとてもとても。崖っぷちなのも酒のせい、ながらえてるのも酒のせいか。酒豪の親父らしいね。それで先生、もちろん見込みで結構なんですけども、お父様、来年の今日まではさすがにどうかしら。当主様に対してあまりに無礼な質問です。